フリージングは原作、林徹久必作画、金光源による日本のお色気漫画作品。コミックバルキリーにて、2007年3月号より連載中。2011年と2013年にテレビアニメが放送された。外伝のフリージングファーストクロニクルが同志の2011年11月号から2012年3月号まで連載された。また、 サブキャラクターの過去に焦点を当てた、アナザーストーリー、フリージングゼロが同志の2012年5月号から、コミックバルキリーウェブ版33号まで連載された。サブキャラクターのパンドラとリミッターの慣れ染めなどを描いた、フリージングペアラブストーリーズも、有料配信された。人類を襲う異次元体との戦いで、姉、葵和葉を失った少年、葵和也は、 異次元代対応作戦学校、ゼネティックスへ編入する。そこは未知の敵との戦いに備え、姉と同じ、パンドラと呼ばれる少女たちがしのぎを削る学園であった。そこで出会った、パンドラの一人サテライザーエールブリジットにカズハの面影を感じた。カズヤはサテライザーに思わず抱きつくが、模擬戦中だった彼女は、それが原因で負けてしまう。カズヤは、 罪悪感を抱きつつもさてライザーに興味を持ち、ゼネティックス内で敵の多い彼女に関わっていく。声優は、テレビアニメ版、アプリゲーム、エクステンションのもの。一人だけの記載の場合は、テレビアニメ版の声優を示す。パンドラ3年生、2年生、1年生、4年生その他、リミッター教員、教官ラウンダーエルカの人々女神2014年現在、第2期まで放送された。 スタッフについては、監督に渡辺隆や、キャラクターデザインに渡辺真由美など、第一期の時点ですでに30年以上のキャリアを持つ、ベテランが起用されている。また、内容については、パンドラモードの描写を変更したり、回想シーンの矛盾点を解消するなどのアレンジが加えられている。後者の詳細については、原作からの主な変更点を参照。 2010年12月10日から2011年5月13日まで、響きラジオステーションで、インターネットラジオ、吉田泉と、内田彩のフリージングウエストミドルフィールドゼネティックス、学園文庫、が毎月第2金曜日に配信された。アニメ化を記念して公式サイト及び YouTube で、全編実写の特別動画企画、フリージングゼネティックス TV を配信。パーソナリティは、 野とまみこと、花沢かなで、二人のトークがメイン。第1回、第2回は2010年12月10日配信、第3回は12月21日配信、第4回は2011年1月13日配信、第5回は1月27日配信、第6回は2月9日配信、第7回は2月23日配信、第8回は3月10日配信。主なロケ地は、 銀座、韓国料理屋、浅草、東京ドイツ村。2013年の第1期再放送に合わせ、ゼネティックス TV プチを ATX のおまけ放送として放送。出演は、三森鈴子、寺川奈美、吉田泉。第2期に合わせ、フリージングゼネティックス TV バイブレーションを配信。パーソナリティは、野戸真美子と,と花沢香菜。 2013年10月1日に、1、10月7日に、2、10月21日に、3、10月28日に、4、11月13日に、5、11月18日に、6を配信。主なロケ地は、東京空持フリージングに関するカテゴリー、フリージングバイブレーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。